今日朗報はアーセナル冨安復帰へ。プレミアリーグ第14節で負傷してから離脱が続いていたアーセナル冨安について、イギリスデイリーメールが復帰時期について次のように報じた。DF 冨安健洋はふくらはぎの負傷から順調に回復しており、来月のアジアカップに向けて日本代表に呼ばれる前にプレーできる希望がある。2月上旬頃が復帰時期と噂があった中での今回の報道は、アーセナルにとっても、そして日本代表にとっても朗報だろう。だが問題なのは、アジアカップに参加しさらに決勝まで勝ち進んだ場合は、その後の CL など重要な試合を多く抱えるアーセナルにとっては不安要素が大きくなる可能性が高い。加えて日本までは長距離の移動となるので負担も大きいだろう。もちろん本人はアジアカップにも出場するつもりだろうが、できる限り大きな負担は減らしたいところ。また現在リーグ首位を走るアーセナルなだけに、一人でも多くのメンバーをチームに残しておきたいという考えは間違いなくあるだろう。もう無理するな、来年バイエルン行こう。アジアカップは参加せずにおとなしくしておこう。トリアスはガラスのように扱え。怪我したふりして招集拒否。この前試合観戦してたのは、だいぶ良くなったからできたことなんだろうな。アジア杯でミンジェ兄さんの爪の赤を煎じて飲めば怪我治るぴょ。アルテタは治りきってなくても使って再発させるから代表直行でいい。代表では CB だからリハビリにはちょうどいいだろ。招集回避臭いとは思ってた。思ったよりひどかったのかもだけど、予想より早い復帰で一安心。